武市半平太死亡の知らせを受けて失意に沈む龍馬、悲しみから逃れるように酒に溺れる龍馬の前に現れたのは長州の桂小五郎と薩摩の西郷吉之助だった。やり場のない怒り、藩の命運を背負った責務、おのおのの思いをぶつけるかのように三人は衝突する。この出来事が歴史を一歩動かしたということを龍馬はまだ知らない。束の間の安らぎを得た龍馬は再び真実へ向けて歩み始める。斉藤、お前何しとったんや。何かあったのか。何やと。お前源さんのことまだ何も聞いとらんのか。井上がどうした。いや、そしたら豚所に行け。行けばわかる。斉藤か。井の上。何があった。ピストルで胸を2発、刀でとどめを刺された後川に投げ込まれたようです。銀の獅子の仕業でしょうかね。ああ、知れたことだ。だからさっさと隠居させろっつったんだ。大した力もろくに剣も触れなくなってるって陰口叩かれてたからな。そんなことはない。源さんの腕はまだまだ衰えてはいなかった。きっと不意をつかれて抵抗することもできなかったのだろう。そうすか。じゃあやったやつ褒めるしかないってことか。ピストルを使ったにしよう。100人を率いる6番隊の隊長を仕留めたんですからね。谷といい、鈴木といい、源さんといい、いや、弱い隊長を持った隊員たちはかわいそうなもんだよな。佐之助さん、そりゃ
ちょっと言い過ぎでしょ。何が言い過ぎだバカ野郎。長州やら金の方がまだまだのさばってんのに、新選組の隊長が3人もやられてんだ。くれてね。いや、あの3人松原も死んだ。最強新選組の名も地に落ちたってもんだろうが。俺らが今勤王派の志士どもに何て言われてるか知ってるか。幕府の負。俺らは幕府の捨て駒だって言われてんだ。捨て駒ですか。覚えてるか、土方さんよ。半年前だ。あんたは新選組に入りゃ旗本に取り立ててくれるっつったんだ。だから俺は最強の組織を作るために京に来た。それがなんだ。最近じゃ素性もよくわからねえ野郎まで隊長になってやがる。とにかく俺にとっちゃ上位やら勤王やら人中報告なんかどうでもいい。これ以上新選組が舐められちまうことの方が問題なんだ。佐之助、俺は今日の町で飛車角になって暴れ回りてんだよ。だから俺に返しをさせてくれ。源さんを殺した犯人を捕まえるということか。そんなんじゃねえ。誰が犯人かなんて問題じゃねえ。今すぐ京の町の宿という宿を攻めて勤王志士たちを根こそぎぶっ殺す。え？でもそんなことしたら源さんがどうして殺されたのか分かんなくなっちゃうじゃないですか。だからそれはどうでもいいっつってんだろ。このおっさんの死を利用すんだ。隊長を殺された犯人を捕まえるって大義名分さえありゃそれでいい。それを理由に京の町を制圧する。新選組の落ちた名を再び最強の門にすんのさ。副長、あんただって新選組を使ってのし上がりたいっつってただろ。なあ、今すぐ俺を生かして。おもろそうな話やな、佐之助。せやけどそれ一番隊がやらせてもらう。掃除、文句あってもわしは止められへんで。どうしちゃ。ちょっと待ってくれよ沖田さん。一番隊がやんのはかまねえ。だけど俺も一緒にやらせてくれ。俺とあんたで一緒に源さんの仇を。なあ、いいだろ。安心せえ佐之助ちゃん。誰もお前のことを幕府の不やなんて思うてへん。はあ、お前は新選組の不や。そこんとこよう覚えとくんやな。一番隊、行くで。はい。くそ、なんだだりゃ。不祥、いくら沖田さんとはいえあんな勝手が許されんのか。まあまあ落ち着いて佐之助さん。沖田さんがああいう感じになっちゃったらどうせ止められないんだし。とにかく俺は納得できねえ。こっから先は十番隊は十番隊で行動させてもらう。はあ、それにしても面倒なことになっちゃいましたね。どうするつもりなんですか副長。奴らが手当たり次第志士たちを切りまくれば新選組の正気を疑われる。無論
止めるしかあるまい。止めるってどうやって？斉藤君、君は沖田を追ってくれ。今の奴は何をしでかすかわからない。面倒を押し付けてくれるな。佐之助さんの方はどうします？簡単だ。あいつは掃除とは違って源さんの仇に対して恨みがあるわけじゃない。適当に酒でも飲ませて憂さ晴らしさせておけば落ち着く。酔わせて眠らせろって。平助、言ってくれるな。いいですよ。新選組で酒代持ってもらえるならいくらでも。頼む。はい。一つ聞かせてくれ。なんだ？沖田と殺された井上はどういう間柄なんだ？紫衛官以来の仲間だが。それを言えば山並圭介もそうだったはずだ。だが山並が死んだ時とは随分反応が違う。沖田は井上に何か特別な思い入れがあるんじゃないのか？特別か。確かにそうかもしれないな。教えてくれないか？うん、それは掃除から直接聞けばいい。そうすれば君が追いかけてる李神流の謎に近づけるかもしれない。そのためにも掃除は君が止めろ。おそらく奴は源さんの死体発見現場に向かったはずだ。分かった。それはどこなんだ？伏見の屋敷町南の船着き場らしい。気をつけろよ斉藤君。今の掃除を止めるのは命がけになるかもしれん。始まらねえだろ。
山崎か。伊藤さんから出三宝。伊藤さんもこんなところで新選組を潰されたんじゃたまったもんじゃないですからね。なんとしても沖田さんの暴走を止めてほしいと。それでことづてってのは。沖田さんは今ムクロ街で一番隊に招集をかけているようです。何？井上さん殺しの犯人に目星をつけたようで、何でもコムソを探しているとか。コムソ？ご存じないですか？深い網傘かぶってよく尺八吹いてる連中ですが。いや、コムソのことはわかる。そうじゃなくて、コムソが井上を殺したというのか。さあ、私にはわかりませんが、沖田さんは何か掴んだらしい。ですが伊藤さんはとにかく一番隊の暴走を止めるようにとのことです。斉藤さんにはムクロ街に向かっていただきます。山崎は、あ、伊藤に伝えとけ。たまにはてめえも自分の足を動かせってな。いいでしょう、お伝えしておきます。ですが一番隊の件、確かにお願いしましたよ。どうした、お前ら一番隊だろ。かかってこねえのか。沖田さんがあなたをお待ちです。斉藤さん。何？この先へどうぞ。沖田が俺に話があるってことか。井上さん殺しとみられるコムソの正体が分かりましてね。そのことで斉藤さんに聞きたいことがあると。どういうことだ。私の口からそれ以上は言えません。分かった。Tough, tough, 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 tough
目をぶつかってきて。なそうだよ。え？そうだよ。起きた。何のつもりだ。とぼけんねえ。ネタ上がっとる。何？お前が源さんやったっちゅうことだな。なんで俺が井上を殺さなきゃならない。お前らは小武装を追ってたんじゃなかったのか。ああ追ってたわ。せやけどもう追う必要あらへん。なぜだ。その小武装の正体はな、坂本龍馬っちゅう男やったからや。なんだと。金の葉の間じゃ有名な話らしいやないか。小武装の成りした坂本龍馬、最近京でうろついとるらしいの。その話本当か。土佐や長州の浪人どもを締め上げたら白状しやった。それにお前やったら納得や。参加でやられてもおかしない。待て、坂本龍馬は俺の他にもう一人いる。そのことはあんたも知っているはずだろう。ああ、知っとる。せやけど源さん殺す理由がお前にはある。理由？とぼけんなよ。お前が殺したんやろ。源さんが覆面の男やっちゅうことを知ってな。本当なのか、その話は。どこまでしらけるつもりや。お前本当なのかって聞いてんだ、大木さん。答えてくれ、起きた。
理心流の奥義、味わわせたるわ。真の理心流、何を言ってるんだ。さあ構えるよ、はじめちゃん。あんたが追い続けてきた天然理心流、最後の謎が目の前にある。勝てばわかるという話だな。来い、起きた。俺はお前に勝つ。そして全ての謎を明かし、坂本龍馬としての人生を取り戻す。いやいや、行くで、坂本龍馬。ほっほっ、ああ食ったな。くっそ、だな。
負けたんか、李神龍が。井上を殺したのは俺じゃない。おそらくもう一人の坂本龍馬だ。起きた。覆面の男が井上だったってのは本当なのか。その前に一つ教えてくれや。どうやった、わしの李神龍は。俺が追っていた李神龍だった。立ち筋、技、間合い、全てが一年前感じたもの。覆面の男そのものだった。そうか、それを聞いて安心した。これでようやくわしはあの人に追いつけたっちゅうわけか。師弟の間柄なのか、あんたと井上は。そんなもんやない。わしにとって源さん、いや鴨さんは。久々に聞くな、その名前。イサミちゃん、そろそろこの人に本当のことを打ち明ける時が来たようだぜ、五郎ちゃんよ。今度斎藤をはじめさんよ、あんたに全てを教えてやる。天然李神龍の謎、それに新選組最大の秘密をな。悪いね、話が話なんで場所を変えさせてもらったよ。でもここならあんたのことを気兼ねなく龍馬さんと呼べるしな、互いに腹も割りやすいや。それで一体何なんだ、天然李神龍の謎、それに新選組最大の秘密というのは。かれこれ一年以上前のことになる。ちょうど新選組が身分浪士組という名で京の町に出てきた頃の話だ。その頃俺たち身分浪士組には俺の他にもう一人の局長が存在した。確か芹沢鴨だったか。ああ、裏の世界、つまり影として日の本一党を恐れられた水戸藩出身の男だ。影、身分浪士組は将軍様の上洛警護を目的とする
お抱えの組織として結成された。俺が率いる司令官から近藤、土方、山並、沖田、長倉、井上、東堂の7名、芹沢率いる水戸藩から芹沢鴨、平山五郎、平間重介の3名が加わり一つの組となったんだ。鴨に五郎、さっきあんたが口にしていた名だが、まさか。察しがついたようだな。そう、井上源三郎、沖田総司、そして長倉新八、この三人はすでにこの世にはいねえ。芹沢鴨、平山五郎、平間重介、それぞれが演じている仮の姿なんだ。なんだと。そしてそのすべてはあの吉田東洋の暗殺と密接に関係している。どういうことなんだ。1年前のあの日、事件は起こった。ずいぶん早いお帰りで。起きた。それに井上、長倉。局長、土佐での一仕事お疲れ様でした。何の話だ。鴨さん、あなたが水戸藩にいた頃からこうした闇仕事を受けていたことは知っています。あなたがあの総集ラッパ風魔由来の剣術、水戸天狗流の宗家ということもね。俺の素性を知った上で土佐から戻ってくる時を狙って待っていたというわけか。近藤さんはあなたたち水戸組を優遇しすぎて、今日の道場で偶然知り合った、罪人同然だったあなた方を身風浪士組に温かく迎え入れた。その剣の腕を買ってね。だがこのままでは司令官一派の我々の立場が危ぶまれる。やめろ。まさか身内で殺し合うつもりか。ここにいる我々三人はあなたを身内と思っていませんよ。起きた。安心してください。平山と平間は薬でぐっすり寝かせておきました。あなたを殺した後でちゃんと後を追わせますか。芹沢かも。覚悟。あれは起きた。起きろ。なんやねん。
門さん。来るな。お前たちは来るな。カモさん。死ね。セリザワ。カモさん、なんで来ないなことに。近藤殿、土方殿。さすが水戸天狗流、掃除をもってしてもかなわなかったのか。行き違いがあったとはいえ、私は浪士組の同志を殺めてしまった。私は切腹いたします。ですからどうか、どうか平山と平間の命だけは。なんで謝るんや、カモさん。先に殺しに来たんは沖田たちの方やろが。それに沖田を殺したのは俺と五郎や。カモさんだけの責任やない。黙れ。近藤局長は影として水戸藩に使い捨てられた俺たちを救ってくれた。もはや日の当たる場所では生きる道のなかった俺たちをな。だがその愛弟子殿を殺めたんだ。その罪は俺の死をもって償うほかない。せやけど悪いのはうちらやないはずや。その通りだ。謝んなきゃなんねえのはこっちだよ、カモさん。総司たちはあんたら水戸組の剣の腕を恐れてた。だから勝手にこんなことを。近藤殿。だがやっちまったもんは仕方ねえ。あんたらにはきっちり死んでもらうよ。近藤。沖田総司は浪士組一の剣豪として勤皇志士たちの間でも名が通ってる。この身分浪士組の顔とも言うべき存在だった。その総司が斬られて死んだとなりゃ、浪士組もたかが知れてると世間の笑い者になっちまう。そうなれば我々はお役御免。幕府からも見捨てられ、解散を命じられることになるだろうな。それがどないしたっちゅんや。そないなもんわしらには関係ない。やめろ。グロ、ジュースケ。俺は非常な人間でね、マナ弟子が死んだってのに、頭ん中は浪士組をどうやって生き残らせるかでいっぱいだ。なんやと？俺はな、どんな犠牲を払おうと絶対にこの国を変えてやろうと思ってるんだ。そのために幕府を騙してまで身分浪士組を作ったんだよ。で、それを実現するにゃ、あんたたちの力がどうしても必要だ。今日からあんたたち、第二の人生ってやつを生きてみねえか。そうしてその日から芹沢鴨は井上源三郎に、平間重助は長倉新八に、そして平山五郎は沖田総司へと生まれ変わった。鴨さん最後の仕事、吉田東洋暗殺がきっかけとなってな。1年前にそんなことが。以来、俺た
たちは名を身分浪士組から新選組へと改めた。芹沢カムが乱暴狼藉の末粛清されたという噂を流し、浅葱色の派手な羽織で装うことで過去を払拭し、事実を隠した。沖田総司っていや美少年で通ってたから、そこの五郎ちゃんにはこの面で自分を美少年と言い張らせたもんだ。そして万が一にも秘密が漏れぬようハットを作った。体を脱するは死罪。あのハットのことか。ああ、いつの間にか新選組全体の掟になっちまったが、ハットはもともとこの秘密を知る斜め、近藤、土方、山並、東堂、そして水戸組3人の口封じを目的として作られたものだったってわけだ。そうだったのか。俺は鴨さんの剣術、水戸天狗流をどうしても新選組に取り入れたかった。だから鴨さんが源さんになった翌日から知恵館出身者は皆天狗流の指南を受けたんだ。そして俺はその剣を天然理心流と改称し、今日の町から世に広めていこうとした。知恵館の独自流派としてな。そうすりゃ強さを求める手だれの剣士たちが新選組に集まるって考えたのさ。結果7人しかいなかった組は急激に拡大。佐之助や伊藤さん、武田といった有名な剣士の加入もあって今の規模になった。じゃあ俺はあんたの仕掛けた理心流の風潮に引っかかった一人ということなのか。でもその結果あんたはこうして新選組に入り、ことの真相を知りうることができたというわけだ。人生とは何があるか分かったもんじゃねえな。龍馬さんよ、これが新選組と天然理心流の真実だ。そしてあんたが追いかけてた覆面の男の正体、そりゃ井上源三郎として生きた芹沢鴨だったということだ。きっと鴨さんはじめちゃんに対して後ろめたい気持ちがあったんや。池田屋で松原がはじめちゃんの秘密をばらそうとした時、背後から突然切ったんもはじめちゃんを守るためにやったんやと思う。せやなかったらあのカモさんが敵を後ろから切るような真似するわけないしな。井上は俺の目的を知りながら新選組にとどまれるよう手を貸してくれていたということか。カモの恩返しちゅうとこやな。ほんまあの人らしいわ。全てを知った今の心境は。正直まだ釈然としない。どうして井上は東洋のおやすさんを殺さねばならなかったんだ。水戸藩経由で頼まれたらしい。仕事を成功させたら俺らの脱藩を取り消してもらえるという条件でな。水戸藩からだと。じゃあおやすさんを殺そうとした奴は水戸にいるってのか。それはわからん。最後までカモさんは喋らんかった。影として生きる者の習性やな。それじゃあ俺はこれから先何を追いかければいいんだ。龍馬さんよ、一つあんたに確認したい。もし今吉田東洋の殺害を依頼した人間が誰なのか知ったら、あんた復
讐のためそいつを殺しに行くかい？わからない。だが覆面の男の正体を知った今、一つだけはっきりしたことがある。なんだよ。俺は復讐がしたかったんじゃない。真実が知りたい、それだけなんだと。その言葉を聞けて安心したよ。今のあんたならこれから俺が話すことを受け止められるだろう。うん、なんだ。どうして俺があんたが本物の坂本龍馬だと知っていたか。そりゃカモさんから報告を受けてたからだ。そしてもう一つ、カモさんから報告を受けていたことがある。そりゃカモさんに吉田東洋殺害の依頼をした男の名は坂本龍馬だ。なんだと。それじゃまさかもう一人の坂本龍馬が。例の小武装の坂本龍馬やな。ああ、そして今になって奴は覆面の男だった源さんを殺した。おそらくは吉田東洋暗殺の口封じのためにな。クソが。驚くのはまだ早い。今そのもう一人の坂本龍馬がいるのは寺田屋らしい。隊の観察から知らせがあった。寺田屋にもう一人の坂本龍馬が。寺田屋はあんたの定宿らしいじゃねえか。つまり二人の坂本龍馬が寺田屋を宿にしているってことになる。どうなっとるんや。以前からたびたび坂本龍馬は寺田屋を使ってたようだ。京で活動するときの拠点の一つなのかもな。とにかくそれで今伊藤さんと武田の五番隊が寺田屋に向かってる。寺田屋に踏み込むつもりってことか。せやけど連中の手に負える相手やないで。その坂本龍馬は芹沢鴨を仕留めたほどの男やぞ。ああ、そうやすやすと捕まるとは思えねえな。もしここで取り逃がせばもう見つからなくなるかもしれん。龍馬さん、いや斉藤さんよ。あんた斉藤をはじめとして寺田屋襲撃に向かえ。伊藤や武田より先にもう一人の龍馬を捕まえねえと。あんたが追いかけてきた吉田東洋殺害の謎は永久に闇の中だ。わかった。近藤さん。ん？すべてを教えてくれてありがとう。俺は新選組に入ったことを後悔してない。そうかい、ならよかった。ほら早く行け。ああ。Thank you.
知らんけど、相手は半端な腕やね。気抜いたらしない。